松平勝義は、江戸時代後期の大名。伊予国松山藩の第十二代藩主。定勝家、久松松平家宗家十三代。薩摩藩主、島津人四千の十一男として誕生。母は、即室の百十。天保三年、松平正通りの養子子となる。天保六年、養父の即居により、松山藩十五万国を継承する。 まもなくおきかみに展示ため缶詰に任ぜられる。天保八年、大塩平八郎の乱に出兵。同年、十二代将軍、徳川家吉の名城として腰に任ぜられ上落するも、任工天皇府与のため廃越は賜らなかった。天皇のおぼしめしにより、江戸駅間を左この江県少将に承認。勝吉もまた小宝に恵まれなかった。田安徳川家当主。 徳川成政の子、金之丞を養子とすることが内定しており、天保8年11月25日には正式決定していた。しかし翌天保9年に越前福井藩主、松平人志然が突然死去した際、将軍、徳川家康の意向により金之丞は、そちらの後取りとされ、勝吉との養子縁組話は解消された。 この金の城が、後の幕末の名君として知られる、松平衆学である。このため、勝吉は後下四年に、先代、帝通の娘、霊姫を養女とし、佐抜国高松藩主、松平来博士のむつを、松之助を、婿養子とした。嘉永五年、養祖祖父、帝国の第二落雷で消失した、松山城本団が復興され、翌々年には、 落成式典が盛大に催された。安政3年8月11日、江戸松山藩邸にて即居。去年40。島津家からの養子ではあるが、島津津泣きの聖母の新治虫が、松平定頼の娘というつながりがある。ありがとうございます。